まあ、最悪な量残っちゃいそう。これだけ。OK。2個残るっていうもう最悪なことになりましたが。キムチとかも言ったらこれ鍋にしちゃおう。OK。だし入れる？まあ、いっかもう。食べよう。食べせん。食べせんです。この枠何分までやればいいんだろう。チョコじゃん。まっ。どうしようかな。これ今の間にさ、洗い物的なとこない？これ洗い物チャンスじゃない？もしや。チャンス。いやもう後でいっか。洗い物ここで綺麗にするやつやろ。どうしようか。あ。ここで片付けをする女。洗い物ですよと。これ食べるスペースないなって。チーズ。チーズをさ、チーズちぎった方がいいかさすがに。あ、待って。デカめに入れるのが私流。デカめに入れちゃうよ。くるってやるからね。よいしょ。段取り素晴らしいマン。さすが私。また同じチーズ買ってるよ私。待ってくしゃみ出そう。花粉っていつ終わんの結局。やばいやばい、シュワシュワ言ってるよん。シュワシュワ言ってるよん。ちょっとさすがに花粉行くか。やばい、チーズ入んなかったよ。無理やり4に分けて。で、コクプラスのマヨネーズいきます。マヨビー聞いてるからね、こういうのは。よし、もういっかも、これで。意外とさ、これ明日とかも買い物行かなくていいもんね。野菜買いちゃうからやばい。すき焼きとかまだ残ってるからね。よし、食べせんタイム。食べせんタイム。マヨネーズカロリーハーフだからね。何生きり宇宙人丸飲み。ないの宇宙人。何分までやるって言ったこの枠。ここがけやっちゃおうかな。あっ、上にチョコがけやります。贅沢。あ、待って、これ大丈夫？チョコうまっ。
暴れとる暴れとる。たこ焼きが今なんか小学校の時、小学校の時食べたたい焼き屋さんの味する。中学か、中学校の時に寄り道したんだよね、みんなで。寄り道は良くないんだけど、一回家に着いたという手を取って寄り道して帰るのがうちら趣味で、めっちゃ寄り道して、その時に食べたたい焼き屋さんの味がする。めっちゃクリームチーズたい焼きね、50円高いんだけど、私もう焼いてないから、クリームチーズたい焼きはもうその場で焼く、焼きたてしかないから、焼きたてを焼けるのを待ってたんだけど、こう犬のようにね、まだかなまだかなって、その時の味がする。懐かしいな、楽しかったな、悪ガキだったし。チョコタイム寄り道で、そう、寄り道超楽しかった。寄り道すんの、楽しかったね。思い出、高校の時はね、帰りにミスタードーナツに寄ったな。それを覚えてる。ミスタードーナツとかフードコートとかキューズモールとかえ、なんか響きめっちゃ良くない？なんかこれとこ、このとこ何も入ってないんだけど、中身何これ。学校帰りにキューズモールって熱くない？超青春の音すんだけど、学校帰りのキューズモール。暑いな。青春。なんで喧嘩しちゃうんだろうね。まあ新人の先生っぽかったから舐めてた、若い先生だから舐めてたっていうのもあるけど、私そんな頭のいい学校じゃなかったからさ、頭の良くない配属に、あの学校に配属されるってことはお前らもそういう子なんだろうっていう目で見てたしな。悪い私、今考えたらごめんねって思うけどさ、その当時はもう無理だったんだね。中高私服で寄り道し放題最高じゃない？バレないもんね絶対。でも私も一回友達の家の駐車場に一回着いて、そこでなんかね、制服の仕組み的に制服の下に絶対になんかズボンを履かなきゃいけないっていうルールがあって、そのズボン制服脱いで体操服になって行ってたね。懐かしい、懐かしいよ。
前配信、私の懐かしい話が聞く。懐かしい話しちゃうね。昨日は金粒くんの話とかね。元気、元気にしてる。元気かどうかわからない。消息不明の金粒くんの話。私はチーズチーズだ。子供に戻りたい。戻りたくはないね。子供は子供で抗ってたし。先生も嫌だろうな、丸ガキだって思って。大学生には戻りたいかもだって。眠っ。一からやり直したい小説なんですか。なるほどね。てかまだ9時じゃん。でもこの枠本当に何時までやるって言ったっけ私。何時までやるっけ。やば。あ、15分経ったか。じゃああと5分ぐらいか。たこ焼き焼き終わったるぐらいかな。もうお腹いっぱいなんだけど私。食べたね、たこ焼き。熱々がうまかったね。こちらそうだよね。宇宙たこ焼き。でも元に戻ってよかった。目悪いからさ、この辺にやっとさ自分の顔が自分と判定できるんだけど、この辺に立っちゃうとねもうコメントも読めない。ここが境目だな。ポニーテール、結局どの髪型が一番いいのか分かんないんだよね。ポニーテール、後ろでくくって後ついちゃってそれがうざいんだよね。よいしょ、すっきりだね。こっちの方が顔見えるし、いいか。よいしょ、ポニーハーフツインなんかしてたら暁には感じじゃない。でも次の役あれだよ、
ハーフ団子だよ。ハーフツイン団子。かわいいね、多分。あーネイル見せれたっと。ハーフツイン団子ピンク制服だからね、もう大変大変なんだけど、まぶちょっとネタバレになっちゃうのが大変でしたね。なんで笑ったの今。もろ私。よし、はい、じゃあそろそろ配信終わりにしたいかなと思います。最後に一曲歌う。バイバーイ、さよなら、ありがとう。